はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はオルガマリークエストについて解説しながら攻略していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。で、今回のこのオルガマリークエストなんですが、難易度ほどよく高いです。めっちゃ高いかって言われるとそこまで高くはないんですが、普通にサーヴァントを育成していないと攻略できない難易度となっているんで、そこだけ注意してください。プラス概念霊槽、イベント概念霊槽で NP50% 霊槽があるんですが、まあそこら辺をもういっぱい使ってます。はい、いろいろ使っているということで、そこだけご了承くださいっていう感じかな。あとはまあイベントの霊槽とかも使ってたりするんで、まあその都度その都度解説していけたらいいなと思います。では早速やっていきましょう。で、まあ各サーバントおすすめとかいろいろお話できたらいいなっていう感じかな。はい、ではやっていくんですが、まず1ウェーブ目、ブックです。はい、ブックちゃんたちが出てきます。で、この子たちなんですが、やけどをガンガン付与してきます。通常攻撃は一切しません。はい、なので宝具をガンガン貯めていくっていうことが大事になります。まあ NP チャージをちゃんとして宝具を回していくって感じですね。で、その際になんですが、俺つけるの忘れてたんですけど、コマンドカードにキュアとかつけてあげると楽に攻略できます。相手がチャージ溜まらない限り攻撃してこないんで、もうサクサクっといけるかなという感じです。はい、では1ターン目とりあえず殴っていきます。で、真ん中の敵がアベンジャーとなっているんで、そこだけ注意が必要かなって感じです。まあ、やっぱアベンジャー強いんでね、というか等倍で殴らないといけないっていう形になるんで、そこだけ注意してください。で、一応もうここから、あー、メドゥーサの宝具がまだ溜まってなかったので、メドゥーサの宝具をとりあえず貯めます。はい、もうこれね、一気に宝具貯めてバーンって全部ぶっぱした方が強いんで、はい、まあ普通に全体バーサーカーとかがいるんだったらサクサクとやってもいいんじゃないかなと思います。はい、今回はバーサーカーがいないということで、こんな感じでちょっとスローペースでやってます。で、ここからなんですが、もうすべてのスキル発動してぶん殴りに行きます。はい、でね、一応今回ね、レジスタンスのライダーコロンブスとかメドゥーサとかドレイクさん使ってる理由なんですが、味方全体バフ持っているということで、まあ、比較的に殴りやすいだろうという理由で入れております。まあ、やっぱり全体バフが多ければ多いほどやっぱ攻略がしやすい、まあ、火力が出しやすいっていう話になるので、はい、そのまま全体宝具でもうここら辺はなぎ払っていきます。まあただ正直ね、ドレイクさんとか星5でね、ある程度火力出せるキャラクターがいるならば、まあメドゥーサの枠を単体のキャラクターにしてもいいのかなって感じです。あ、そうですね、単体にしちゃっても構いません。はい、で、一応 OC 上げてぶん殴ってるんですが、まあ、特にです。はい、押し上げて強くなるキャラクターここにいないんで、はい、普通にぶん殴っていきます。で、スター40個あるということで、もうあとはクリティカルで突破していくって感じですね。で、ここはもうほんとただただそれだけです。もうシンプルに全体宝具のライダーとかで投げ払っていこうっていうので簡単に攻略できます。なんかおすすめアタッカーっていうのはいないかな。コマンドコードでキュアがあれば OK です。そして次、鬼火狐火ということで、鬼女紅葉プラス、妖精さんたちが来ました。はい、イフリートですね。この子たちなんですが、クリティカル発生率をアップと書いてます。ただ毒、呪い、やけど、スキル封印、宝具封印、精神異常状態、行動不能、耐電状態の時に効果は無効となるということで、エリちゃん第2スキルを切ることによって全体にやけどを付与することができるんですが、これによってクリティカル発生率アップが消えた、イコール事故率を減らすことができるようになりました。はい、これがシンプルに強いですね。で、そこからもうただただ素直に NP チャージ等をいろいろして殴っていくという感じです。ん、あ、強化解除は関係ないでした。はい、すいません。で、持ってきているキャラクターなんですが、まあ全体キャスター持ってこれば大丈夫です。で、やっぱりね、バーサーカーがシンプルに強いんで、まあそれの対策で一応メディアさんとか持ってきてます。あとはまあニトクリスをなんとなく持ってきているんですが、まあこれに関しては宝具の加速をさせたいっていう理由で持ってきているという感じです。で、鬼女紅葉に関しては、地属性特攻、悪特攻
それ以外で言うと魔性特攻とか入ったりするので、単体宝具で言うと、キャスターの視点ちゃんとか持ってきてあげると楽に攻略できるのかなという感じです。はい、でコマンド運が悪いということで、まあ、悲しいんですがエリちゃんでできたらアーツしたかったねっていうのがある。はい、でここ普通に全体宝具で飛ばしていきながら単体宝具でもガンガンぶん殴っていくので、まあ、基本はもう地上紅葉の、クリティカルが来ないことを祈りつつ殴っていくって感じです。でまあクリティカル発生率ダウンすると一応事故率等も抑えることができたりするんで悪くないかなって感じです。はい、で一応もう狙うキャラクターとしては鬼女紅葉です。鬼女紅葉以外は狙う必要ほぼありません。エリザベートに攻撃が行ってほしかったんですが行かなかったんで仕方がない。で HP 回復とかしながら、うわエリちゃん元気、まあこれはまあマイティチェインでいけるのでマイティチェインしながら殴っていきましょう。ワンチャンクリティカルで飛ぶ、おお、まあ飛ばんかったけどまあまあいいでしょう。はい、あでエリちゃん使っている理由なんですが、ガッツ等があるっていうのと、まあ、シンプルに火傷を付与させたいっていうのがあるんで運用してます。ただ一旦目にねこのスキル打っちゃうとあれ魔力放出のバスター性のアップが消えてしまうんでちょっとそこだけが難点です。はい、ということでここ、全体宝具でとりあえず打ちながら突破していきます。宝具レベル5のキャスターなんである程度火力は出てくれるでしょう。はい、1万3000残っているんですが2得率の追撃でとりあえず突破が可能となります。 OK。 でこっからなんですが、まあ相手が通常攻撃しか、してこないということでまあ普通に倒していきます。はい、ガッツ等をいろいろ持っているんで死にません。もうゆっくり倒していくっていう感じですね。まあ事故がちょっと怖いんですが、まあ敵アサシンなんでね食らうとしても5000ぐらいです。そんなに食らわんです。はい、ということですごく楽しい、ボーン耐えましたね、よかったです。はい、でここはもう本当に特に言うことないかな。本当に全体宝具と単体宝具うまいこと活かしながら殴っていく。鬼女紅葉さんのクリティカルだけは注意してぶん殴っていくっていうので OK です。まあただこう考えるとあれだね、普通に周りの取り巻き等が結構鬱陶しいんで、まあ、耐久できるスキル無敵とか持っているとまだ楽に攻略できるのかなって感じです。こういう感じでねチャージ加速っていうのもやってきたりするんで、まあそこだけ注意が必要かなぐらいですね。はい、ということで2ウェーブ目の、攻略に関してはこんな感じとなります。はい、で次3ウェーブ目ですね。ちょっとね10ウェーブあるということでね、もう話す内容がすっごい多いんですよ。もう大変です。で次出てくる敵なんですが、はい、アシュバッターマンです。アシュバッターマンに関しては天特攻とコン特攻が混沌特攻入ります。それ以外だと神聖特攻が入るということでエルキドゥ、神聖相手にね、スタンを確定で付与してくれるっていうスキルがあるのでそれをうまいこと活かしながらやっていきます。第3スキルと第1スキルを切ってそのままぶっ飛ばしていくという感じです。で本弾をショコラ使っているということで神聖特攻も入ってます。これもすっごいいい感じですね。殴っていきましょう。はい、でここに関して、まあ、神聖特攻で殴っていくっていうのが一番いいんですが、まあ敵単体アーチャーです。普通に空風林で殴ればぶっ飛ばせるんで、まあ、ちょっとでも楽にしたいな楽に攻略したいなっていう方はエルキル使ったりとか、まあ、いろんなキャラクター使っていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ空風林バフって耐久させて殴るっていうのが一番楽かなって感じです。まああとはまあビーマみたいに OC 上げて火力アップですね、そういうキャラクターと組み合わせてあげてぶん殴っていくっていうのも悪くないのかなと思います。はい、で忘れてた、やられないでね。 OK、 やられなかった。ここなんですがめちゃくちゃ注意点があって、敵 HP が減るほど攻撃力が上がっていきます。はい、HP が少ないほど攻撃力アップが続いてくるので、まあ今エルキルクリティカルでね、相当 HP 削られたんですが、まあこういう事故があったりするんで注意してください。ただ、ガッツのキャラクターとか回避のキャラクターを持っていくと大丈夫っていうお話になるんで、やっぱり
空風林が結構適正値高いかなと個人的に思います。はい、ということで突破していきましょう。で空風林に関してはまあ一応宝具レベル5でドーンってやるとなんか知らないけど14万ぐらい火力出てくれるんでいい火力ですねって感じです。はい、ビーマ君は OC アップで火力アップできるということでなんとなく連れてきました。あとが強いんです。で次、ここ結構鬼門です。はい、4ターン目に関してなんですが、このデュアルさんですね、ガウェインと妖精騎士ガウェインバーゲストです。ここがね普通に強いです。というか事故ると積みって感じです。ここ、シンフォニックライズというのがあるんですが、ターン終了時に自身のみが生存している場合デュアルさんを復活させるということで、片方だけ倒したら復活してきます。でその復活に関しては HP 満タンで復活してきます。なので基本は HP をある程度減らしてよしいけるなって思ったタイミングで突破していくっていう感じになります。はい、なので基本ね、奥の方が HP が多いということで奥のキャラクターをメインで初めはぶっ飛ばしていきましょう。でここに関してなんですが、なんで俺使っちゃったんだ、まあいいか。はい、ある程度スキル使った上で、はい、星の開拓者とかをいろいろ使ってあげて、殴っていきます。はい、ここノップの宝具を貯めたいということで、まあ、クリティカルうまいこと活かしながら突破していくというか殴っていきます。はい、いい火力ですね。で1ターン目に関してなんですが、相手はスキルしか発動しません。はい、聖者の数字ということでバスター性能攻撃力アップ等をいろいろ付属しました。はい、これが相当大変です。でここからなんですが、 HP をとりあえず減らさないといけないということがあるんで HP 減らしていきます。その際にもうチェインとかはガン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 打ってしまって構いません。はい、チェイン打たないと普通に事故率というかがいろいろ出てきてしまうので、ガン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 殴っていきましょう。ただどうだろうな、デュアルさんのやっぱ妖精騎士の方がね敵の HP 多かったりするんでね、まあ左側のあれですね、バーゲスト優先的に殴るっていうのがいいんじゃないかなと思います。でまあこれ以降に関してはもうとりあえずバフだけバフっておいて、あ、はい、第一スキルを切って第二スキルを切りましょう。これ偶然的に運が良かっただけですね。はい、でこのまま殴っていくって感じです。でガウェインに関しては地属性特攻、秩序特攻、全特攻が入ります。でバーゲストに関しては地属性特攻、混沌特攻、全特攻が入るということで、まあ、地属性と全特攻が両方ともに入る。それ以外だったら愛するもの特攻、あ、これは使えないんで別にいいですね。人型特攻とかがいろいろ入ったりするので、まあうまいこと使える特攻で言うと地属性特攻と、全特攻になるかなと思います。まあ、ただもうめんどくさい方はこういう感じにもう殴っていけば OK です。はい、バスターのやつでぶん殴るって感じですね。で、魔王ノップに関して特攻自体は入らないんですが、ハイフサーバントということで宝具レベル5にできる強みがあるので採用しております。はい、それプラステスラさんですね。テスラさんに関しては天地サーバント特攻が入るということで特攻でボーンって殴っていこうって感じです。はい、で、アーラッシュ天杯入れているんですが、 OC を上げると宝具の火力が上がってくれます。つまり1回の宝具で14万ぐらい火力を出してくれるということで、まあ、比較的に楽に攻略しやすいなっていうのでこの子たちを採用しました。はい、で次5ウェーブ目クリームヒルトとなります。クリームヒルトに関してなんですが、初ターンに攻撃力アップ、防御力アップ、最大 HP アップを追加します。これ普通に解除できてしまうので強化解除のキャラクターとか持っていくといいです。例えばで言うと、アビエールみたいに宝具で強化解除してくれるキャラクターとか、それ以外で言うとパリスちゃんですね。パリスの、第1スキルが、強化解除持ってます。はい、なので、第1スキル切って強化解除します。はい、で急所判明したということで火力が上がりました。でここからはもうシンプルにぶん殴っていくっていう感じです。で NP チャージとかいろいろしてあげるとまあ殴りやすくなるよっていう感じかな。はい、でアビゲールも宝具打てるようにしております。でクリームヒルトに関してなんですが、なんで俺ジークフリート持ってきているんだろうねあれ、クリームヒルトは一応地属性と混沌特攻が入ります。
で竜特攻が入るということで、なぜか知らないけど間違えてクリームヒルとジークフリート持ってきてるんですが、これ気にしないでください。はい、地属性特攻、混沌特攻のキャラクターを持ってくることをおすすめします。俺クリームヒルトだから脳死で竜だみたいな感じで竜って思ったんだろうね。うん、よくないですね。で、ここに関してまあとりあえず、はい、殴っていきましょう。で、パリスに関してテーレアなんですが、急所判明特攻が入るということで、まあある程度火力出してくれます。はい、テーレアなんですが17万ぐらい火力出てますね。まあシンプルに急バフとかやってあげるとさらに火力は上乗せされるかなと思います。でアビゲイルに関しては本来だと宝具で強化解除してくれるんですが、まあ今回はねパリスちゃんで代用したということで、まあ特にあんまり説明する必要っていうのはないかなと思います。で相手ね最大 HP アップがなくなっているということで、はい、簡単に突破することが可能となってます。最大 HP アップでね20万ぐらい HP が上がってしまうんで、ここの処理をするために一応この子たち持ってきているという感じです。はい、で次6ウェーブ目なんですが、ここ、クックルカンじゃなくて、ケツアルコアトルです。はい、コアトルさんに関してなんですが、女性特攻とかそれ以外だと神聖特攻、天、秩序、全特攻いろいろ入ってるという感じです。で、ここに関してなんですが、まあ、シンプルに女性ですね、女性特攻が入るということで、ジャックちゃん採用してたりとか、新生特攻が入るということで魔王ノップ、バーサーカーノップ採用しております。でここバーサーカーノップに関してなんですが、あの炎上しているんで、はい、あのバフが入るんですよ。はい、炎上状態ということでいいですねっていうやつです。はい、でここに関して一応相手がねバスター性能アップ打ってきているんで、解除してあげましょう。プラス、こっちもバスター性能が上がってます。お前も上げて自分も上げるみたいな感じがあったりするので、ここに関してはバスターのキャラクターとかを使ってあげると比較的に楽なのかなと思います。で一応アサシンとかで言うとジュワンさんとかがね耐久しながらぶん殴ることができたりとかするんで割とおすすめだったりします。では、ここ普通にぶん殴っていきましょう。欲を言うならばアーツがあったらよかったんですが、アーツがないということで NP 回収率がちょっと低くなるんですよね。まあジャックちゃんとかね一応採用しているんですが、まあ普通にね NP チャージ持ってないんでちょっとすぐに倒すっていうのはきついです。で1ターンの間回避してある程度やってたんで、もうここ普通に突破していきましょう。突破できるかな、多分バスター性能が上がっているんで突破できると思うんですが、でバーサーカー持っていくとバスター一発で普通に沈むんで、そこだけ注意してください。はい、普通に相手のあれですね、ケツアルコアトルに関しては火力めちゃくちゃ高めとなっております。あー、ただ神聖特攻入ってるけど飛ばせなかったね。はい、ただ10万程度まで削れていればまあある程度は大丈夫なので、まあまあ別にいいでしょう。お、ジュワンさんの宝具が偶然的に溜まったので第2スキル使ってそのまま殴るか。うん、殴っていきましょう。はい、でジュワンさんなんですが、まあ回避持っていると耐久しながら NP 回収勝手にしてくれるということで、ザバーニーやボーンって入れるだけで7万ぐらい火力が出てくれます。いい火力ですね。であとはクリティカル力アップしているんで、クリティカルとかうまいことできるとまあ13万ぐらいは火力出してくれるかなと思います。はい、で次何ウェーブ目だ、7ウェーブ目です。7ウェーブ目に関してはドラゴンが出てきます。はい、ドラゴンに関してなんですが、何が入ってるんだったっけ、スキル宝具による相性変化とバーサーカーを除く全てのクラス間の相性有利がより大きくなるということで、なんか火力が伸びやすくなってます。はい、こういうことだよね。スキル宝具による相性変化と、どうのこうのって書いているんですが、まあ相手は竜です。竜ということはシグルドでぶん殴れば OK っていう感じなんで、シグルドでまあ殴るのが一番楽っちゃ楽かなと思います。それ以外だとプーサーくんの超巨大特攻ですね、そこが生きるということで、まあ宝具貯めますか。はい、宝具貯めましょう。このターンなんですが普通に、クリティカル等で NP 回収していきます。で相手攻撃してくるんですが、あーもうプラス相性感のなんか有利どうのこうのでね、全然 HP 減らないんですよ。
可愛いなっていう感じなんで、まあ、あとはバフって殴ります。はい、バフって殴る際にとりあえず、はい、メガネキラーンとかいろいろさせながら、ぶん殴っていきます。はい、オッケー。これプーサーで、どうしようかな。まあどっちでもいいか。はい、殴りましょう。まあプーサーかシグルド、どっちで殴ってもいいんだけど、できたらねシグルドで殴った方があれなんすよ、クリティカル威力アップが実質英雄作成並みなんで、こっちで殴った方が良かったかもしれないね。はい、超巨大特攻で52万の火力が出ております。でここ、シグルドさん竜特攻が入るということで押し上げてぶん殴っているんで、多分余裕で飛ばします。50万ぐらい出るんじゃないかな。はい、50万ぐらい出ているということで突破となります。まあそこは竜特攻か超巨大特攻でぶん殴っていく、まあ単体セイバー持っていけば OK っていう感じです。はい、で次、ここに関して8ウェブ目なんですが、キャスニキが出てきます。キャスニキなんですが3ターンの間回避を確定で持っておりますということで、私たちが今回用意しているのは必中、そして無敵貫通、そして無敵貫通持ってきております。首切りバニーで救世のアップ、紀元弾でキャスターへの火力アップ等持っているんで、まあ基本あれですね、金時でぶん殴ってあげると比較的に楽に攻略できるかなと思います。はい、 NP チャージ入れて、スイヤーで NP チャージしてあげて、まあここでスキル封印とかも打っておきましょう。でここね、キャスニキに関してなんですが、天特攻、秩序特攻が入ります。それ以外だと神聖特攻とか入ったりするので、まああれですね、対抗棒とか全体防具なんですが、そこでぶん殴っていくっていうのもありかなと思います。はい、でまあとりあえず、まあバフだけ打つだけ打っといて、まあ殴りますか。はい、金時のコマンドがあればよかったんですがね、できなかったということで、まあとりあえず、クリティカルしながら殴っていきます。でキャスニキに関しては通常攻撃が金時にずっと攻撃来てくれるといいんですが、なかなか来ないか。あー 4% 微妙でした。はい、で金時のコマンドが来たので、はい、アーツで殴っていきましょう。でここに関してはまあとりあえず無敵貫通霊槍をつけるっていうのが大事なので、無敵貫通霊槍をつけてとりあえずぶん殴っていくっていうのが大事になるかなと思います。まあアタッカー的なことを言うと、牛若丸とか金時とか、そこら辺を連れていけばまあ失敗みたいなのはないかなと思います。まあ相手がね宝具打ってくるまでが勝負となるんで、そこだけ注意してください。まあ牛若丸とか回避持ってるんで、そこと合わせてあげるといいかなという感じです。まあ一応ここまでというより特攻関連がなくても一応単体アタッカーをうまいこと活かしていけばどうにかなる難易度となっているんで、その攻略を少し楽にするためにハイフサーバントとか、まあ、特攻とかうまいこと使って殴っていくという感じです。はい、26万火力出たんで突破って感じですね。で次、陽気比が9ウェーブ目で出てきます。はい、この子に関してなんですが、プレイヤーのターン開始時にスキル使用時、プレイヤーのターン開始時とスキル使用時、スターの数に応じて様々な効果を付与するということで、なんか相手防御力ダウンが48個あったということでされました。はい、これどういう感じでバフが入っていくかっていうのは自分全くもって分かってないんですが、なんかスターがいっぱいあればあるほどこんな感じになります。で、相手がフォーリナーということで、基本ここはアルターエゴもしくはフォーリナーを持ってきてワンパンするっていうのが一番いいです。で陽気比に関しては人、本当、全特攻が入る、あとは人類の脅威特攻、神聖特攻も入るということで、比較的にいろんな特攻が刺さりやすいです。ただフォーリナーということでクラス相性を取れないっていうのがちょっと難点になるかなと思います。で伊蔵さんなんでいるのっていうのがあると思うんですが、伊蔵さん人の力特攻っていうのと、第一スキルで、人型特攻ぶっ刺さるということで今回この子採用しているという感じです。ただ NP チャージ的なことを言うと使徒内でぶん殴った方が早いので、使徒内でぶん殴っていきましょう。ジョフクに関しては、アルターエゴ、テイレアのアルターエゴということで、採用しているという感じです。はい、でもここに関しては室内で殴ればいいので殴りましょう。
どうしよっかな。まあ一応伊蔵さんの宝具回転率のことも考えて、こっちで一応バフだけしておきます。はい。で使徒内に関しては、まあアルターエゴである程度火力は出てくれます。やっぱ有利プラス取れるっていうのはね、悪くないので、はい、ここで防御力ダウンとかクリ発生率ダウンとか入れて、少し耐久しておきましょう。はい、伊蔵さんアーツ1枚あればクリティカル NP 回収してくれるんでいい感じですね。おお、これはまあラッキーですね。はい。で、おーっと、これ帰ってきたな。特殊耐性アップ、星が13個だったということで、クリティカルに対しての、クリティカル以外に対するダメージに対しての耐性がここで得られました。この状態で戦うと正直ちょっとしんどいというのがあるんで、お知らせしておきましょう。はい。多分ね、20個以下とかになるとちょっと辛いのかなって感じなんですが、おー、NP 減少しながらね、いろいろやってくる、いやらしいですね。伊藤さん死なないで、危ないです。はい。で、50個以上あったということで、NP 増加、プラス、防御力ダウンが入りました。なので、基本は、あれかな。スターが多ければ多いほど、まあ、楽になるって思ってもらえればいいかなと思います。で、ここ、無敵。あとは、まあ、いろいろつけるだけつけておいて、まあ、スター集中度アップ、なんで打ったんだろうね。はい、なんとなく打ったんですが、殴っていきましょう。これどうしようかな。多分、伊蔵さんで飛ばせそうな気がするんですが、まあ、一応念のため、使徒内の宝具も打ってやっていきます。で、始末剣ですね。これ、普通に特攻がぶっ刺さるということで、はい、等倍なんですが、どれぐらい火力出てる？22万、いい火力出ますね、本当に。っていう火力が出ながら、使徒内で確実に飛ばしていくという感じです。はい。さあ、9個メモの解説は終わりました。はい。ぶっちゃけここまでが解説する内容となります。ラストに関しては、ちょっといろいろ運ゲーとかが含まれたりするんで、怖いねっていう感じです。はい。で、ラスト。フレアマリー。登場ということで、はい、赤いオルガマリーが出てきました。で、あ、俺忘れてた。ここなんですが、コマンドコードで火傷があるとめちゃくちゃ楽ですっていうのを言うの忘れてたんですが、はい、火傷のコマンドコード持ってくるの忘れた、やらかしました。はい、完全的なプレミです。で、ここに関してなんですが、まず初ターンに関しては、まあ、NP チャージして、宝具打っていきます。はい。で、この際なんですが、まあ、魅了が入ってくれたら嬉しいな、という感じです。魅了が入らないと、ちょっと事故る可能性とかがあるんですが、まあ、多分入るでしょう。ということで、ここ、素直に、相性有利。アサシンだとね、相性有利が取れます。このオルガマリーですね。に関してはアサシン、バーサーカー、そしてアルターエゴだった場合相性有利が取れるということで、まあ、基本そこら辺のキャラクターを使っていくことをおすすめいたします。はい、ということでカーマで殴っていきましょう。で、キャストリアを基本使うんでアーツパ、水着のキャストリアとかでも個人的にいいかなと思います。ただここね、カーマの魅了がね入るっていう情報を教えてもらったんで、まあ魅了うまいこと活かしながらぶん殴っていった方が、まあもしかしたら楽かなという感じです。はい。で、1回目そのままブレイクしました。200K ということでやけど付与してきます。で、これやけど状態に、やけど状態の敵に与えるダメージアップということで、やけどになると普通に怖いです。はい、だからやけどになるなっていうことを祈りながら戦っていきます。で、相手がやけど状態だった場合、この後の特殊耐性アップですね、といろいろ貫通することができたりとかするので、まあ基本やけどになってくれねえかなーって思いながら戦っていきます。で、このターンとりあえず、無敵だけ打っておいて殴っていきます。カーマのアーツがあればよかったんですが、それがなかったということで、プーリンの宝具を打ちつつキャストリアの宝具を回していきます。はい。キャストリアなんですが、本当に宝具回すのめちゃくちゃ重要なんで、基本宝具打てるタイミングっていうのを作っておきましょう。これですね。
空前絶後ということで、栗発生率アッププラス、火傷状態を付与してきました。あと回復量もダウンしているっていう感じですね。はい、でここに関して本来だと5000ぐらいのね、火傷ダメージ食らうんですが、ナフされて1万5000ぐらいとなってます。まあそこはちょっと良かったなっていう感じかな。はい、でここに関しても宝具打ってぶっ飛ばしていきたいんで宝具打っていきましょう。でカーマの宝具やるよりもキャストリアの宝具を回したいっていうのがあるので、キャストリアにアーツ製の宝具封印されてた。はい、ということでちょっとね困っちゃうんですが、困っちゃうんですが、まあカーマの魅力をつけて殴っていきます。はい、まあ一応 OC が上がってるんで魅力のやつ上がってたんですが、まあカーマの魅力自体がね、ある程度やってくれなかったから、これもしかしたら事故るかもです。ちょっと怖いかもです。基本カーマの宝具打って魅力をはめしたいなって思う方に関しては OC 上げることをおすすめします。でどっちだったっけな、ここかな、 4000K で、ああよかったよかった。どっかのタイミングでねチャージマックスをしてた記憶があるんで、ここにはなってほしくないって思ってたんですが、なんとかよかった。はい、あここですね。はい、ターン終了時に2ブレイクしたタイミングで、ブレイクしたタイミングかな、普通にチャージマックスになってくるんで、そこだけ注意してください。で未だに宝具封印されているということで、ここアトラスインで解除します。はい、解除した上でぶん殴っていきましょう。ただこれはどうしようかな、どうしよう、まあ生きること大事だしこうしますか。はい、とりあえずこうします。でキャストリアの宝具とりあえず打っておけばある程度耐久することはできるので耐久します。で、あっもう説明するのずっと忘れてる。はい、相手ね宝具打つとなんかスタンします。なので反対宝具とか持っていくと相手の攻撃を1回だけすかすことができるよって感じになります。ちゃんと見ていくのが大事ですね。ちゃんと見ましょう。はい、でまあやけどがどうのこうのって言ってたんですが、これです。やけど状態の時に効果無効になるっていうこの耐性がねあったりするんで、コマンドコードとかでやけどがあると、攻略がしやすいよっていうのを言いたかったんです。はい、ごめんなさい。ということでここ普通に、通常攻撃で突破していきます。耐性はついているんですが、まあ一応ある程度楽に突破できるんであんま気にしないでいいかなと思います。で耐粛性防御張っているんで耐えることできます。5772ということで、やけどいろいろ付与しつつ全体攻撃がボーンって飛んできます。はい、これ耐粛性防御があれば耐えることができるんで気にする必要はありません。というのでね、なんかいっぱい攻撃されるんですが大丈夫です。で多分そうだね、ブレイクしたタイミングで相手チャージマックスになるんで、そこだけ注意が必要かなと思います。でここです、宝具攻撃を受けた時スタン状態になるということで、宝具を打ってあげると楽です。はい、相手がスタンしてくれるんで少しだけまあ息継ぎができるよという感じですね。ただやっぱこれを対処するために、てかまあこれを対処するために結局宝具を打たないといけないんですが、まあ対処したとしても次のターンは必ずあれですね、耐粛性防御とか無敵を打って耐久しないといけないっていうフェーズになるんで、まあ基本キャストリアとかプーリンとかがいると比較的に楽に攻略できるかなと思います。はい、でまあこういう感じですね。相手が4万5000で宝具打ってくるっていう時にキャストリアのスキルがあると楽って感じなんですが、まあ今回はね、カーマの帰ってきたということでミリオを打ってフィニッシュという感じです。はい、ということでね、ちょっとね長々とお話ししてきたんですが、こんな感じとなっております。オルガマリーに関してなんですが、ブレイクした後次のターン宝具打つぞっていう猶予があるので、そこのタイミングで耐粛性防御無敵を打つ、もしくは単体宝具でぶん殴るっていうのが一番いいかなと思うので、そういうのをうまいこと活かしてあげて殴っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。でまあ一応難易度的なことを言うとめちゃくちゃ難しいというわけではありません。ある程度パーティーが揃っていれば攻略できる、
かつ、まあ、ラスト以外は低レアである程度突破することが可能かなと個人的に思っているんで、まあうまいことギミック対策しながらやっていくっていうのが一番大事になってくるのかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.